さあ行きましょう、黄色チームキックオフお願いします。さあエンジョイの1戦目、ビブラシブ対黄色チーム、まずは中央から左サイドフリー、そのまま持っていけるか、中央切り返し、そのままターンして左サイド縦から中央ダイレクト、ゴール前、さあこぼれ球、黄色チームシュート、ナイスブロック。さあ今度はビブラシブ、ここでクリアが入ってそのままサイドライン、黄色ボール。さあ黄色チーム右サイドから左サイド、さあここもスペースがある、中央ポストプレー、縦には繋がらずビブラシブカット、さあカウンターチャンス、ここでショートカウンター、いやーこれもまだパスが繋がらない、チームワーク確かめながら行きましょう。さあ左サイドオーバーラップ、中央からそのまま預けてゴール前折り返してほしい、そのままゴールライン、キロボール。さあまずは立ち上がり両チームなかなかパスがつながらない、ここでカット、さあダイレクト、こちらもつながらない、キロボール。さあミサイルが中央走り込んでくる、さあここでカットはビブラチーム、さあ風の影響もあるかなかなかつながらないパス、左サイド展開、そのまま中央ナイスボール、いやー追いつけないほしい、さあここはキーパーいい判断、左サイド展開、そのまま逆サイドのボール、フリーで受けて中央ドリブル切れ込んで、ここも中央カットビブラシーム、前からカット黄色チーム、チャンスフリーで中央レディ、さあこぼれ球はビブラシーム回収、そのまま左に流れて残したボール、そのまま中央ドリブル、さあここは黄色チーム戻りたい、2対1ゴール前、ここで2対2戻ってくるのは黄色チーム、レディビブラシーボール。さあ立ち上がりチャンス1分半、さあニアサイドカット、そのままドリブル中央右に預けて左サイドフリー、さあ中央からここでカット、さあここも行かせない、ここも行かせない、ダイレクトナイスヘッド、ここでカット、さあビブラシブチャンス3対2、両サイドに1名ずつ、そのままここも息が合わないな、さあカウンター2対1から3対2、左シュートキーパー正面、黄色ボール。さあ戻りたい戻りたいビブラシチーム、右サイドそのままもう一度サイドライン、キロボール。さあミサがニアサイドカット、さあここは押し上げていきたいビブラシチーム、また抜きサイドライン押し、黄色チームの方はキーパー交代です、黄色チームの方はキーパー交代お願いします。最初立ち上がり終わって0対0両チーム、さあどちらが先制するのか、一戦目そのままサイドラインビブラシボール。さあ強風小雨も降ってきていきましょう、右サイドさあ逆サイドオーバーラップ、そのまま中央預けて狭いところ通してくるナイス、いやーポスト直撃、こぼれ球はビブなしチーム、逆サイドフリー、そのまま中央行かせない、いやー行かせない、ないでいい、さあこぼれ球拾ったらブルーシューム、ここもまたは空いてない、前からカット危ない、ナイスキーナイスキーパー。さあここで書き出したのは黄色チーム、中央ポストプレー、これも収めに大丈夫だったでしょう、ナイスキー、黄色ボールでいきましょう、黄色ボールでいきましょう、ありがとうございます。さあ黄色ボールから世界いきましょう、さあ残り時間半分0対0、縦に外れ中央シュートはブロック、黄色ボール。さあ両チームとも攻めきれず、残り時間半分シュートはブロック、ナイスディナイスディフェンス、両チームとも堅い守り。さあ右サイドここは縦にうまいかわして、いやー行かせないナイディ、ナイスです、ビブラシボール。さあ両チームとも1点が欲しい、ロングスロー風で戻される。さあここは黄色チーム、そのまま流れて左サイド縦に1枚、ここで前からカット欲しい、黄色ボール。さあ左サイドから黄色チーム、縦に預けるボール一旦後ろ、そのまま中央ナイスブロック、さあカットはビブラシーム、いやナイディナイスワンタッチ。さあ間もなく終盤戦、0対0のまま両チームフィニッシュまではいけず、右サイドさあプレッシャービルシューが前から来る、縦に預けてボール逆サイド、いやー惜しい、これも繋がらず、ごめんなさい、先にキーパー交代です、黄色チームの方キーパー交代お願いします、黄色チームの方キーパー交代お願いします、ありがとうございます。最初ビルシューが、さあ残り2分、残り2分0対0、ここは中央でカット、そのまま縦に預けてナイスターン、そのままゴール前また抜き、ナイスキーパー。さあビブラシムチャンス、カウンター行かせない、行かせない、黄色チーム逆にショートカウンター、右サイド折り返し、これもこれも決めきれず、さあ今度はビブラシムのカウンターパスがつながらない黄色ボール。さあ残り時間1分半、残り1分半0対0、中央ドリブル、そのまま1人で仕掛けてくる、左足シュートはキーパー正面、さあカウンターチャンス、ここは早い出だし、黄色チーム右に預けて縦に1枚、さあ縦にドリブル切れ込んできて折り返しカット、さあカウンター3対2、左サイドから逆サイドは通らずビブラシボール。さあ残り1分、残り1分0対0、中央、いやーこれもヒールは空振り、ビブラシボール。
さあ両チームともチャンスを作るも決めきれず、残り時間あと1分、中央さあコモスペースからも一旦後ろミドル左足、いやーこれもコールマン、いやーナイス、ようやく1点ビームラッシム先生ナイスゴール、残りが50秒さあ行きましょう、キロジム取り返していきましょう、残り時間あと50、中央ドリブル、さあすぐに返したいラスト前、ポストプレーからターンして右サイド上がり、スルーパスは通らない、ビームラッシムカット、そのままカウンター2対1、左サイドフリー、そのままゴール前折り返し、ナイスブロック、危ない、ポスト直撃コーナーキック、さあビームラッシュボールコーナー残りが30、右サイドファーサイドフリー、ここもケツ、ナイスコーナーキック、ビブナシーボール、さあ時間がない、攻め続けるビブナシーブ、右サイドからゴール前フリーで1枚、いやー危ない、ナイスキー、ナイスキーバー、さあカウンター、いやーこれもロングボール届かず回収、さあチャンス、いやーさあビブナシーブ、ビブナシーブのカウンター、ここでダメ押し2対0、さあラストワンプレーグショー中央から、さあ黄色チーム1点返してもらいましょう、ラストワンプレー2対0、さあビブナシチーム1戦目は勝利確定、さあ黄色チーム1点返して次につなげたいところ、中央ポストプレーカットはビブナシチーム、そのまままたカウンター、また抜き立てにはつながらず、まずはビブナシチーム勝利2対0、あざ最後勝負2戦目、さあ行きましょうか、エンジョイの2戦目、いきなり中央チャンスは黄色チーム抜け出そうしてナイスキーパー、さあ今度は右サイドからビブラシム、左サイドは合わず黄色チームはカット、さあ後ろに預けて中央カット、抜け出せればチャンス欲しい、さあ黄色チームが左サイドキープ、右サイド展開、そのままゴール前流れ込んでくるゴール、いやないで、ナイスディフェンス、さあ中央から右サイドビブラシームポストプレー、そのままワンツーはちょっと長いかもしれない、ナイスラン、キロボール、さあまずは左サイド黄色チーム縦に預けて中央に当てたボールは合わず、ナイスクリア、こぼれ球拾ったのは黄色チーム、キーパー出てくる、いや惜しい、コントロールしきれずビブラシボール、さあ中央から左サイド、ここは1枚しっかりと対応ないで、さあ強引にかわしてゴール前、見せるのがシュートレディ、いやーポスト直撃欲しい、コーナーキック、さあビブラッシュボールコーナー右サイド、ニアサイド走り込んでくる、さあここは中央、速いボールはカット、さあカウンター2対1、違うか、1人だけ、1人で独走、左サイド、ここはいけない、ここはいけない、ビブラッシュも固い守り、トラップ流れてキーパー回収、さあ中央味方に当たってプレッシャー取れればチャンス、いや惜しい、さあもう一度黄色チームドリブル中央、そのまま右サイドフリー、シュートまでナイスブロック、こぼれ球黄色チーム、さあ寄せていきたいビルジュ、いやここで先制、黄色チームナイスゴール、さあ行きましょう、ビブナシチーム取り返しでしょう、立ち上がり1分40秒、決めてきたのは黄色チーム、左サイドから中央はそのまま流れてサイドライン、ビブラシボール、さあ右サイドビブラシボール行きましょう、さあここは左サイド展開、そのまま縦に1枚、さあ縦に預けるボール、ゴール前中央ナイスキー、ナイスキーパーコーナーキック、さあビブラシボールコーナーファーサイドフリーで1枚、さあ高さを生かしてくるか、ロングボール胸ドロップ、いやそのままボレーナイスゴール、さあこれですぐに追いついてきたのはキロチーム、これで先にキーパー交代、キロチームの方キーパー交代していきましょう、キロチームの方キーパー交代です、はい、さあキロボールから世界、さあ立ち上がり終了間際、決めてきたのはビブラシム1対1の同点、さあ右サイド展開、そのまま左サイドフリー、中央ドリブルナイス、ゴール前ファーストうまい、シュートはいけるわ、いや決めきれず決めきれずナイスキーパー、さあコーナーチャンス黄色チーム中央カット、そのままカウンターいけない、前からカット、黄色チーム右サイドはつながらない、ビブラシボール、さあ左サイドからビブナシチーム1対1の同点、ナイスです、前からプレッシャー黄色チーム、さあ残り時間が半分、1対1の同点、左サイドから右サイド中央ダイレクトナイス、ここでカット危ない、2対1、フリーでいや追加点は黄色チームナイス、ちょうど半分、さあこれで2対1、黄色チーム一歩リード、行きましょうビブラシチーム、すぐに追いつきましょうか、右サイド、さあここは詰めてこられるプレッシャー、さあ追い込まれる中央内ボール、そのまま左サイドフリー、さあ繋いであとはキーパーだけ、いやー折り返しは息が合わず惜しい、キーのボール、
さあ左サイドが中央、キルチェプレッシャー、ビームラッシュが前から来る、そのまた中央、風で戻されるボール、そのままカウンター3対2押し、こぼれ球ミドルシュート、ナイスキーワンタッチ、キーのボールコーナーキック、ナイスキーパー。さあコーナーチャンスは黄色チーム、右サイドニアサイドに1枚、さあファーサイドもゆっくりと上がってくる、浮かせたボール、ここは中央でカット、ビューロチーム縦にスルーパス、あとは左足、いや危ない、ナイスキーパー、コーナーキック、さあビューロチーム追加点チャンス、ここはしのいでいきたい黄色チーム、左サイド中央フリー、危ない、さあキーパーが危ない、ここもクリア入って、ビブなしボール右サイド、さあ逆サイド早上がり、そのままダイレクトシュートはブロック、決めきれず、さあビブなしも追いつけず、 左サイド早上がり、3対2中央ポストプレー、ダイレクト右に叩いてゴール前、お前いやー空振り、じゃあ黄色チームの方キーパー交代です、黄色チームの方キーパー交代お願いします、ありがとうございます。さあ行きましょうか、2対1のまま黄色チーム追いつけない、右サイドカットチャンス、3対2中央ドリブル、そのまま浮かせたボール、トラップ合わない、キーパーがっちりキャッチ、さあ中央からビブラッシュチーム、左サイドオーバーラップ、ここは2枚対応、ナディ囲みにかかる、ナディさあ一旦戻して危ない、いや黄色チームのプレス勝ち、ナイスゴール、さあ行きましょう、切り替えていきましょう、ビューロシュボール残り時間あと1分、さあ残り時間あと1分行きましょう、右サイド黄色チームが追加点見せる、でかい、さあ縦にはつながるか、中央ダイレクト、さあここは黄色チームしのいでいきたいところ、一旦後ろ中央ポストプレーから左サイドナイスブロック、さあ縦につないでいきたい、黄色チームドリブルナイス、さあチャンスゴール前、いやナイスキー、ナイスキーパー、危ない、ここも危ないか、ミドルからカウンター、中央パスコースは切られてる、そのままシュート、いやーうまい、ここでダメ押し、黄色チーム残り時間30秒、ナイスゴール、さあビブなしチーム追い込まれて残り時間が15秒、いくでしょう、さあ立て直したいビブラッシュチーム、中央からポストプレーに1枚、さあ右サイド縦に預けたボール流れてサイドライン、黄色ボール、さあラスト、ラストワンプレーいきましょう、さあラストワンプレー、黄色チームリードのままラスト、右サイド縦に預けられるカット、さあ1点返して終わりたい、中央フリー、いやー惜しい、ありがとうございます、2戦目黄色チーム勝利、ありがとうございます、はいですよ、行きましょう、スタジオお願いします、さあ3戦目いきましょう、エンジョイ黄色チーム対ビブナシチーム、まずは中央ダイレクト、ボールが流れてビブナシボール、さあここで3戦目勝負つけましょうか、中央ワンタッチうまい、そのまま抜け出してゴール前、ナディこぼれ球はサイドライン、ビブナシボール、さあまずは押し込んでくるビブナシチーム、右サイド中央には1枚、逆サイド、さあこれがつながる、縦に預けたボール、ヒールはつながらず、さあクリアボール、さあこぼれ球ナイですか、さあビブナシチームが回収、左サイド縦に預けたボール、ライン際残して中央フリー、危ない黄色チーム、さあまずは立ち上がり落ち着いていきたい黄色チーム、ドフリー危ない、決めきれず、ナイスキー、ナイスキー、危ない危ない、さあコーナーチャンス、ビブナシチーム右サイドから一旦後ろ、そのまま最終ライン戻して中央ドリブル、1人かわして2人目ナイス、3人目でカットカウンター、あとはキーパーだけ、ゴール前決めないの、いやこれはか、さあ優しくキーパーにパス、カウンター、さあチャンス、ビブラシム3対2中央ダイレクト落としてゴール前、さあまだ3対2戻りたい黄色チーム、ここで戻ってくる4枚目ナイディ、ナイスレザー、ロングボールはゴールライン、キロボール、さあ両チームとも攻めきれず立ち上がり、さあ中央ゆっくりとドリブル、さあ靴ひも待って一旦後ろ、右サイド流れてくる、そのままこぼれ球、黄色チームとナイスターン、そのままシュート、いやナイスキー、ナイスキーパー、さあルーズボールクリアが入って黄色チームキーパー、さあ左サイド展開、さあ両チーム立ち上がりギクシャクした感じ、左サイドゴール前危ない、ナイスキーパー、さあ今度は黄色チームまた前からカットはビブラシーム右サイド、さあそのまま縦にやつらがない、黄色ボール、黄色ボールです、ごめんなさい、先に黄色チームキーパー交代しましょう、ごめんなさい、サイドからいきましょう、黄色チームキーパー交代です、ありがとうございます、さあ立ち上がって0対0両チームとも
大チャンス逃して 0-0 のまま中央左サイドフリーナイスボール、そのままフリーでチャンス左足シュートブロック、ナイリッキーのボール、さあ左サイドが速いリスタート、中央押し込んでくる、ミスで展開、さあゴール前には誰もいない、一旦後ろ、これは読まれてる、浮かせたボールうまい、そのまま左サイドオーバーラップ、つながらずショートカウンタードフリー、左サイド切り返して、いやーこれも軸足に当たってビーブラシームがカット、あとはキーパーだけゴール前打たない、いやつないでつないで、まずは先制ビーブラシーム、ナイスゴール、さあキルチーム追いついていきましょうか、まだ1点差、残り時間半分、さあ中央ポストプレー息が合わない、ビブラシームはカット、そのまま縦に預けて左サイド通らず、さあ強引にかわして内で、さあここはキルチームが前からカットチャンス、さあゴール3対1、いやー折り返しシュート、キーパーナイス、ナイスキーパー、さあ今度はミセド、また前からカットは黄色チーム、チャンスミセドダイレクト折り返しは敵、さあ今度はビブラシームのカウンター、2対1、逆サイドつながらず押し、黄色ボール、さあ左サイドから黄色チーム、まずは同点追いつけ、中央でカット、そのまま縦に預けて左足落ち着いて左足流し込んで追加点、2対0、さあ行きましょう、キロチーム、まだ時間はある、さあ2点差、ドリブル2人で崩しにかかるも行かせない、ビブラシムなり、ビブラシボール、さあ左サイドからビブラシム近くに預けて、もう一度そのままワンツー抜け出せない、さあカットしてここは切り替えが早いビブラシム、そのまま右サイドに展開、中央ダイレクトカットはビブラシム、そのまま1人かわして右サイドナイス、さあ縦に預けたボール、ダイレクト中央カットチャンス、3対1から2対1、うまい、ゴール前、いやーキーパー正面決められず、さあこれも前からカット、ナイスブロック、決められないキロチーム、さあ見せたクリアボール、またカットキロチーム、さあチャンス、そのままシュート、これもキーパー正面、吸い込まれるようにキーパー正面、黄色チーム決められない、そのまま中央ポストプレーから右サイドでかい、逆サイド早上がりないボール、さあ折り返しは欲しい、で黄色チームの方キーパー交代です、黄色チームの方キーパー交代お願いします、さあ以上2対0のまま、黄色チーム1点が遠い、さあ中央ロングボールはこれは繋がらない、さあビブラシームゴール前に1枚ポストプレーワンタッチ落としてダイレクト叩いて中央フリー、いやーうまい、これはいい攻撃、ナイスゴール、これで3点目、さあ行きましょう、キルチーム3対0、厳しくなってきた、そのままシュートまでいけるか、中央左サイドでかい、さあ黄色チーム早めに点を取りたいところ、残り時間1分切ってきて、中央ゴール前ワンタッチ、いやまさかのパスを選択、さあキーパーからビブラシーム右サイド、これはクリアボールに変わって黄色ボール、さあ残りが30秒、3点差厳しい、黄色チーム、さあフリーで左サイド、そのまま縦にドリブル、ナイスボールダイレクト、いやこれもキーパー正面、こぼれ球はビブラシーム、ロングボール中央でカット、こぼれ球はどっちだ、黄色チームはキープ、そのままダイレクト中央に跳ねて2対2、縦にはつながらない、ナイスカット、ここもキーパーいい判断、こぼれ、いやー惜しい、ここもブロックコーナーキック、さあラスト、ラストワンプレー行きましょう、キロボール1点取ってもらいましょう、さあ中央残して縦に預けボール、ラスト、さあ4点目狙いに来るのはビブラシム、いやハットトリックならずありがとうございます、ビブラシム勝利、中央からあざす、さあエンジョイの方も本日のラストマッチ行きましょう、まずは右サイド、さあラストどちらが勝つのか、中央いきなりスペースが危ない、いや危ない危ない、まずは奇襲攻撃、黄色チーム、さあキーパーからビブラシーム、中央に1枚近くに預けて右サイドプレッシャーないで、そのままワンツー抜け出して左サイド走らせる、さあこれがつながる左サイドナイス、そのままかして中央ワンツーうまい、いやラストはパスを選択決めきれず、さあキーパーから黄色チーム左サイド展開、そのままこれがパスが流れてビブラシボール、
さあまずは立ち上がり、どちらが先制してくるのか。ラストマッチ、中央は敵、そのままカット、3対2、両サイド早上がり、右サイドナイスタッチ、ナイスでキロボール。さあ切り替えたい、切り替えたいのはビブラシウム、中央戻ってくる1枚、ナイスでい、さあここでゴール前固めてくる、シュート、いやまずは中央トーキック、ナイスゴール。立ち上がり1分、先制黄色チーム。セクション、ビロシュ取り返していきましょうか。ラストマッチ、中央右サイド展開、もう一度左サイドワンツー、さあ縦に1枚、もう一度右サイド繋いでくる、押し上げてくる、ナイスボール。いやー左足は打てないかもしれない。さあそのままキーパー持って上がって、中央ポストプレー、さあ右にはたいてゴール前流れ込んでくる。さあチャンスは黄色チーム、そのままいやまさかのオンゴール、敵に当たって追加点ドマイ。さああっという間、あっという間に2対0、立ち上がり黄色チームが押し込んでくる、左サイド、さあワンタッチ風で流れて黄色ボール。さあ切り替えたいビブナシチーム、ラストマッチいきなり2点差、中央から右サイドフリー、一旦後ろ、そのままドリブルスペースがある。さあ縦に預けたボール、ニアサイド、ここは逆サイドコースからいないでいい、こぼれ球危ない、いやラストマッチ黄色チームが強い、3対0。で黄色チームの方はキーパー交代です。黄色チームの方はキーパー交代お願いします。さあ行きましょう、ビブナシチーム、まだ時間はたっぷり。さあ立ち上がり終わって3対0、まさかの大量失点ビブナシチーム。さあ黄色チーム、ラストマッチ中央からポストプレー、ナイス、そのままターン右サイドオーバーラップ、さあ強引にかわして、ここでキーパーガチリガチ、いやナイスティ、ここもブロック、黄色チームナイスです。さあビブナシチーム左サイド、ここも盤石の体勢、黄色チーム、さあ右サイド早上がり、スルーパス通らず、さあ縦に預けたボールはキーパー出てくる、さあ右サイドからビルシュ、早いボールないボール、まずは1点2 キーパー左手1本ナイスキー。さあカウンターチャンス、ここは戻り入り、ここはビブラシチーム、これ以上の点差は危ない。さあクリアボール、敵空振り、危ない危ない。さあ左サイド、さあ右サイドは、ここは一旦キーパーダイレクト右にはたいて、中央から左サイド、さあゆっくりと右サイドオーバーラップ、これはパスが流れてチャンス、黄色チーム危ない、こぼれ球、そのままシュートはキーパーがっちりキャッチ。さあキーパーから左サイド、ビブラシュまずは1点返したい、3対0、そのまま超うまい、ワンツー抜け出してゴール前折り返し、いやこれも合わせきれず。さあ黄色ボール、なかなかビブラシュチームペースをつかめず、中央ダイレクトはたいて右サイド、さあもう一度折り返し、中央黄色チームがつないでくる、ゴール前かわして左足打てるか、さあキーパーここでカット、さあチャンス、さらに3対2、ビブナシチームそのままフリーで左サイドゴール前フリー、いやーナイス、ここでまずは1点ビブナシチーム。では黄色チームの方キーパー交代です。黄色チームの方キーパー交代していきましょう。中央からいきましょう。さあ行きましょう、これで3対1、2点差追いかけるビブラシチーム、ラストマッチ、そのまま縦にはかわせずサイドライン、キロボール、さあ左サイド、中央は敵、さあチャンス、いやシュートか、さあこぼれ球、そのままそれ、さあそろそろ疲れが出てきたが、両チーム3対1、中央から右サイドに展開、縦に1枚、さあ中央流れ込んでくるドリブル突破、さあ折り返し、中央、いやワンツーするならないで惜しい、サイドライン、キロボール、さあ右サイドから黄色チーム、中央そのままスルーで左サイドゴール前チャンス、ワンツーナイスキー、さあカウンターチャンス、2対1、左サイドフリーナイボー、いやまたは空いてないコーナーキック、さあビブラシボール、速いボール、シュートはキーパー正面、いやー決めきれずポスト直撃、さあここも前から勝ったビブラシボール、縦に預けて中央ゴール前2対2さあチャンス、さあゴール前チャンスはビブラシボール、そのまま弱い、ここでかわして3対2、さあ黄色チーム追加点が欲しいところ、強引にかわして右サイド、ナイス、ナイスです、ここでしっかりとブロック、ナイス、ここでキーパーが入ったんでそのまま押し込まれて4対1、また3点差、さあ行きましょうビブナシチーム、またしても3点差、4対1、中央ポストプレー、そのまま左に預けてゴール前流れ込んでくる、さあチャンス、右サイドから中央も押し上げてくる、ナイボー、
さあゴール前、いや空振り、惜しい。では黄色チームの方キーパー交代していきましょう。黄色チームの方キーパー交代です。ありがとうございます。さあ行きましょう。キーパーから黄色ボール、残り2分、残り時間あと2分で4対1。ビーブラッシュは前からプレス、ナイディ、さあ取れればチャンス。さあ左サイド残したボールを押し、サイドライン、ビーブラッシュボール、さあ右サイドから早いリスタート、そのまま中央フリー、ダイレクト落として、さあここは打ち切りたい、ビーブラッシュボール弱い。さあカウンター、黄色チームのカウンター、左サイドドリブルから逆サイドに1枚、ここは押し上げを待って落ち着いて繋いでくる、中央でナイスイン、ナイスブロック、黄色ボール。さあ残り時間1分半、4対1、3点差、左サイドからゴール前シュート、いやナイスキー、ナイスキーパー、これは枠に飛んでた、ナイスキー。さあ左サイドフリー抜けて、ゆっくりとドリブル持って上がってくる、右サイドフリー、ナイスボール、ダイレクト中央はたいて、さあゴール前チャンス、左足、いやー惜しい、振り切れず。さあビブラシウム切り替えたい、切り替えたい、ビブラシウム右サイド、そのまま後ろに預けて中央ドリブルを押し込んでくる、さあここは2枚で対応、ナイディ、さあこぼれ球拾ったのビブラシウム、そのまま中央、いやナイスイン、ナイスです、ビブラシボール。さあ残り1分、残り1分、3点差縮めていきたい、ビブラシウム、ナイディ、ここもしっかりと黄色チームのプレッシャー。さあコーナーキック、ビブラシボール行きましょう、コーナーチャンス。さあゴール前に1人上がってくる、もここは中央ショートコーナー、ここも角度ない、ビブラシボール。さあビブラシチーム時間がない、3点差、左サイドからニアサイド、ここで決めきれず、クリアボール押し込めるか、狭いところ、いやこれもニアサイド、コースがないないで、ここも前からカット、ビブラシチームが前からカット、中央からワンタッチはキーパーがっちりキャッチ。さあそのままカウンター、左サイドから、いやダイレクトはサイドライン惜しい。さあ時間がない、ビブナシチーム4対1のまま、右サイドが左サイドフリー、中央フォローに入ってくる、さあワンツーは息が合わない、サイドライン、さあラスト、ラストワンプレーいきましょう。さあラスト1点取って終わりましょうか、ビブナシチーム4対1、中央ポストプレーカット、ラストチャンス、ゴール前シュートは打てない、さあ逆に黄色チームカウンターいけない、さあ前からカット、ビブラシウム左サイド2枚、そのままスルー、ゴール前折り返し、ゴール前、いやーナイス、お疲れ様でした。本日こちら終了。